こんにちは。今日はトルコ、イスタンブールのタクシム広場に来ています。ここは新市街の中心地ですね。まあ、特に何があるというわけではないんですが、待ち合わせ場所で使われたり、たまにイベントなどが行われているようですね。広場はこんな感じです。眩しい。ここは観光地でもある繁華街、イスティクラル通りにつながっているので、今日はそこを歩いて見てみようと思います。一応その前にこの広場を代表する像をご紹介します。こちらです。1928年にトルコ共和国建国を記念して建てられた像だそうです。真ん中にいるのが初代トルコの大統領らしいです。いい顔してんな。こちらがタクシム通りからイスティクラル通りに入る入り口です。左手には電車が止まってますね。この赤い電車はイスティクラル通りのみを通る電車のようですね。まあ、結構距離があるので歩いて 2,30 分ぐらいあるかな、電車で行くこともできるようですね。どうですかこれ、すごい人でしょう。イスタンブールの人口はね、1500万人ぐらいいるんですよね。東京よりも多いんですよ。トルコの国民が8000万人かな。それぐらいに対してイスタンブールに住んでる人が1500万人もいるんですよね。だからそう考えると人口密度、イスタンブールはすごい高いですよね。両脇にはね、たくさんの店が並んでます。このようなおしゃれなのかダサいのかよくわからない、まあ、紙一重のようなファッションが並んでますね。まあ、多分日本人は買わないでしょう。おもちゃ屋さんも隣にあるし、パプリっぽいな。こちらは、お金を換金するところかな。お土産屋さん。ここはモバイルショップですね。ここはね、お菓子屋さんでたくさん美味しそうなお菓子が並んでますね。いや、美味しそうではないか。多分日本人の口には合わないな。なんだろう、なんかグミみたいな四角い感じの、なんだろうな。この店のショーウィンドウはすごい綺麗に飾られてますね。こう見ると美味しそうに見えるな。こちらはチョコレートがたくさん売ってますね。これはね、美味しそう。チョコは俺大好きだから。いいですね、チョコレート。ここがね、トルコ発祥のジーパンショップって聞いたんですけど、ショーウィンドウに並んでるものがもはやジーパンじゃないですね。ちょっと中に入ってみようかな。店内には結構ジーパン並んでますね。撮影の許可をいただきました。こちらはね、全てトルコ産らしいです。これはとても珍しいですよね。すごい。こちらにもたくさん並んでますね。すごい珍しい。なんか生地の手触りもなんか違う感じがしますね。良さそう。値段が1本469だから日本円でいくらだろう。後で出しておきます。マビっていうメーカーなのかな。たまにはね、こういうのを試してみるのもいいですよね。よし、店内他はこんな感じですね。
撮影させてもらって感謝です。じゃあ帰りましょう。いやトルコはね、美男美女が多いですね本当に。まあ女子も綺麗だけどね、男子もなんかめちゃくちゃイケメンとかいます。警察官でモデルみたいな人も見かけましたね。いやここでなんかナンパ企画でもやってみようかな、まあ、せっかく海外にいるし、まあ、日本だとやらないけどね、もし需要があるんだったらそういうのをやってみてもいいかなとも思います。この街に来た初日なんて自分より年上の人が普通にナンパしてましたからね。やっぱり海外だとそういうのも全然あるんで、ナンパ企画やってみてもいいかなとも思います。まあ、ただね、撮影してくれる人がいないから音声だけになっちゃいますね。自分一人だけになっちゃうから、ちょっとその辺は見ててどうかなというのはありますけどね。なんかハッピーな曲を歌ってるストリートパフォーマーを見かけました。なんかみんな踊り始めたぞ。彼はどうしてる？彼はどうした？彼はなんか違う方向行ってるぞ。なんかサビがないような一定の曲を歌ってますね。一定の音程でもみんなハッピーそうだからいいですね。この人も幸せそう。この人の笑顔が一番だ今日は。いいね。人を踊らせる音楽なんて素晴らしいですよ。そんな素晴らしいものはないね。後ろから電車が。危ない危ない。すごいすごい声出したね今。やっぱりこの人です。この人が声出しました。たまにはチップを払おうかな。またダンサーが増えたぞ。フォークダンスみたいな感じ。日本じゃ聴けない音楽、独特な雰囲気があって良かったです。この繁華街はねかなり続くんですよね。まだまだお店がたくさんあります。ここはなんだ、入ってみよう。あ、レストランか。Is this a restaurant? Is this a restaurant? Restaurant. Oh. Three. 上が綺麗ですね、すごい。まだね、飯の時間じゃないですね。でもね、昨日腹壊してから一食も食べてないですね。飲み物しか飲んでないです。あ、こっから出れる。左から出ましょう。みんな見るだけ見て。
出て行っちゃうって感じですね。あ、こちらなんか裏通りみたいな感じですね。魚も売ってるな。お、これが噂に聞いたサバサンドか。トルコはこのサバサンドが有名らしいんですよね。このね、サバをパンに挟んで食べる。あ、今じゃないな、ちょっと。でもこれは絶対食べよう。めっちゃ美味しそう。サバサンドは、まあ、300円以内で食べれるみたいですね。ちょっと今度行ってみよう。さっきもね映ったんですけどね、このイスタンブールではこの貝をよく見かけるんですよね。なんて言うんだっけこの貝の名前。これにレモンかけて食べるのかな。ちょっと食べたいけど、これもね腹壊したばっかりだからやめとこうと思います。こちらにはたくさん人形が並んでますね。すごいすごい数。こちらめちゃくちゃジャマイカ。あ、パイレーツオブカリビアン。ハルクとかいろんなものがごちゃ混ぜになってますね。ちなみにこちらにはナルトとかもいますね。ナルトか、撮影のナルトがいて、あとネズコもいますね。ネズコすごいな。How much is this? 120. こちらにはね、もう完全にシャネルのパチモンが並んでますね。あ、これすごい。これ絶対日本からでしょう。見ざる聞かざる、なんだ。見ざる聞かざる、喋らず、わかんないけど。すごいな。裏通りにはこういったものもあったんですね。なるほど、すごいな。トウモロコシと甘栗もよく見かけますね。美味しそう、いい匂いだな。そしてね、今このイスタンブールの店で一番気になってるのがこちらです。右側は普通のケバブっぽいんですけども、こちらがねポテトにね具をたくさん挟むんですよ。じゃがいもを切ってその間にねいろんなものを詰めるんですよね。これがちょっと美味しそうで気になってます。このようにいろいろねじゃがいもに挟んでいくんですよ。すごくないですか。コーンも挟んで、これはねかなり美味しそう。帰るまでに一度食べてみたいと思います。トルコの物価は結構安い方ですね。食事とかは、ワンコインでね結構美味しく食べれますね。ワンコインでスープまでつけられる時もあります。ただね、まあ、この辺は観光地なので全然高い料理もたくさんありますね。普通に1000円ぐらいするような料理もあります。そしてね、そのちょっと食費が安く済む分他でお金を使ってしまうこともあるんですよ。例えばスターバックスのキャラメルマキアートがこちらだと300円弱なんですよね。キャラメルマキアートのトールサイズですね。なのでわざわざご飯食べた後にスターバックス行って飲み物を頼んで、そしてデザートまでね頼んで、食べて帰る時もありますね。まあ、だからね自分としては、まあ、お得な感じはありますけどね。スターバックスで普段アイスコーヒーしか飲まないですけど、こっち来たらねいろいろ頼んだりしてます。またまたカラフルなデザートがありますね。すげえな。なんだろうこれは、真っ黒なデザート。ここはデザート屋さんがすごい多いですね。こちらは聖アントニオ教会です。
イスタンブールで最大のローマカトリック教会だそうです。建てられたのは1912年ですね。中の撮影は禁止なので外からの撮影になります。外にはね、ヨーダのような像が立ってますね。めっちゃ失礼。よくあるトルコアイスですね。あ、渡した。次に渡すかな。あ、普通に渡した。もうパフォーマンス終わったのかな。Thank you. これは一見の価値あるな。すごい。夜景がすごいところで寝てますね。すごい安心感だなこれ。こんなね、繁華街の真ん中で生きてるよね。あ、ちゃんと呼吸してますね。ありがたくなっちゃってるな。ここら辺に来るとカフェも増えてきましたね。なんかおしゃれなカフェですね、これは。エスプレッソラブ。ちょっとね、このイスティクラル通りの奥の方に来ると雰囲気もだいぶ変わりますね。もうこの通りも終わりかな、ほとんど。イスティラクル通り最後の見どころはこちらです。ガラタ島ですね。こちら6世紀初め灯台として利用されていたそうです。その後は牢獄や天文台としても使われていたそうです。戦争で崩壊したそうですが修復されて今の形になっています。高さは67メートルあります。上にはね、人がいるんですよね。みんな登ってますね。見えるかな。ちょっと正面からも撮ってみたいと思います。こちらが塔の正面側ですね。結構ね、みんなこの塔に登るためにチケット買おうと並んでます。列ができてますね。価格はね、215リラ、塔に登るのとあとオーディオガイド、それがセットで215リラだからだいたい1600円ぐらいですね。この辺はおしゃれなカフェとかもあってすごい良さそうですね。今日はイスタンブールの観光地イスティラクル通りをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。イスタンブールはまだまだ見どころがあるので今後もご紹介したいと思います。そしてこの国では皆さんが好きな潜入動画も撮ろうと思っています。楽しみにしててください。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。
ご視聴ありがとうございました。飾り窓に潜入してこようと思います。ハマチです。